没见面。这回是怎样？还是好好了。新規くせえ檻ともおさらば楽しかったぜ。被験者2名が脱走、施設から外へ出すな。状況に応じて発砲も許可する。繰り返す。被験者2名が脱走、施設から外へ出すな。状況に応じて発砲も許可する。無事だなシリー。
ック。ここはどこ？中国だ。分かってるけど、中国のどこ？それになぜ？さあな、どうでもいいさ。ただこれ以上の実験はごめんだ。何をされたの？いろいろとな。俺の抗体を使って C ウイルスを強化するとか言って。嘘でしょ。他に何て言ってた？聞いたことあるか、アルバート・ウェスカーって。何？知ってたんだな。奴らから聞いたよ。いろいろ。俺の親父ってのはどんなウイルスにも抗体があって、調子に乗ってその力を乱用したんだ。で最後には自分自身を化け物に変えちまったらしい。今まで親父のことは家族を捨てたろくでなしだと思ってたらとんでもない、世界滅亡を企んだ大バカだった。あなたのお父さんのやったことはあなたとは関係ない。じゃあなんで俺はここにいる？あいつの血を受け継いでるからだ。そうだろ、まさかお前本気で信じてるわけじゃないだろうな。親の因果が子に報いってことは絶対ありえないなんてさ。だって誰より思い知ってるだろう。っていうかあれだ、なんで俺がこういう男なのか、やっと腑に落ちたって感じだよ。なんだよ。いつまでも親を責めてちゃダメ。一人の人間として自分の生き方には自分で責任を持たなきゃ。私たちの無事を知らせなきゃ。どこへ行けば通信できる？ありがとう。
金かかってんぜ、この施設。びっくりね、あの狭い部屋の外がこんなにひどかったなんて。メダル3枚で西、メダル10枚で東側のエリアが開くってさ。よし、どんなものかは分かった。残りをつけよう。お前はこの半年何されてたんで？いろいろ私の体内のウイルスを研究してたみたい。ラクーン事件の直後と同じよ。二度目は受けづらかった。そうか、よく耐えたな。ついてきます。了解。レンオーガシェリー。了解。何してる？実験データを探してるの。あった。これはこれは。やった、全部ここに残ってた。上司に連絡しろよ。私です、シェリー・バーキンです。ええ、彼も無事です。とある施設に監禁されていて、中国の。本当ですか？わかりました、現在地のデータを送ります。もう中国に来てるって。よかった、助かるわ。やったな。じゃあ行こうか。完了。もうここに用はないわ。行くぞ、あいつらとは話にならねえし。そうね、もうここはうんざりだわ。
俺はマジか。まずい、走って。うわっ、向こうへ行かねえと。覚悟さえ合えばあの置物が使えんだ。ははいい感じだな、お一息だ。壊れても弁償しないからな。よっしゃ、チャンス。シェリー、バイク取ってくるから待ってろ。